さーて城の内を見せまらしてパンサーウォリアーが出たとモノマネ幻想師と予想外です。この3枚これにあいつかな、あの羽の1400-1800だったかな、あいつが仲間になったらレッドアイズデッキがもしかしたら強くなるかもしれない。なんで勝てねえんだよ、引きのせいか、どうだったかな、忘れた。ここでハガーが出て終わったんだよな。うひょ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 、いやインセクターハガ、今日あんなクソザコモンスターで日本チャンピオンになったよな。敵と弱点とか知り尽くしてる。ひょひょひょ、このカードあげよう。トゲトゲ神の殺虫剤じゃないか、めっちゃいいじゃないかこれ。レーザーキャノンアーマー最高じゃないか。なんかどんどんいいのくれるな。これで虫デッキを作れてるのか、絶対勝てるのだ。じゃあね、おろ、作れますけどってなんかやばそうなデッキになったぞ。昆虫デッキ、代打バッターじゃないか。代打バッター欲しいぞ。弱そうだな、弱そうだ、弱い言うな。いいこと言ってないよ。プチモスを究極完全体グレートモスにすることなんて不可能だから。顔赤くなってる。もしデッキだけ、もういいから、もういいから、早く行こう、早く行こう、クエ手伝って、蜂蜜ください。昆虫デッキ、デッキが欲しい。間違えた、あれ昆虫デッキ、これも昆虫だよな。強化でいいのか、デッキ強化、できない、やっぱりやつを倒せばいいだけか。あれ今回イベント発動しないぞ、間違えた間違えた、いいって城之内くんがいない、じゃあ違う人に適当に挑むか。あれみんなみんな戦いたくなさそうだぞ。びっくりマーク出てないもん。よし、こっちの人にしようかな。クリアしたよ。シンクロ召喚。シンクロは結構です。こっちは？デュエルする？レアカードは僕がもらうよ。え？なんだって？って横向いた。じゃんけんグー。最近じゃんけん負けてばっかりだぞ。敗北しか知らない。さあどんなデッキで来るのかな。あ勝ったな、デュエル。攻撃表示で証言か、なんだジェムナイトじゃないか。何？カード伏せられるのが怖い。ドロー。融合が出たら勝てるやつだな。召喚。攻撃表示召喚。さらに、モンスター効果。
これ卑怯だよな。いきなり2450って。ジムナイトクリスタ。僕のエースモンスター。さらにトラップカード。セット。バトル怖いな。やめとこう。アイテムも何の持ってそうで怖いから。僕のターン、ドロー。おっと、ジムナイト来るか。ということは同じデッキか。わかったわかった。どうぞどうぞ。同じデッキだ。はよはよ。わかめ、トラップカード発動。うわ、すごい減る。めっちゃ効いてるけど。で、やつの相手はあと一ターン、あのままだろ。ドロー。さらにトラップカード。セット。さらに召喚。バトルだ。まずは弱っちい方から攻撃する。ちょ、なんでやねん。急に動いたぞ。相手はトラップ。そんな、いいよ。なんでそっちを破壊するの。そうするとあなた死ぬよ。死ぬよ。ダイレクトアタックで終わったよ。わぁ、わぁって。それは負けるよ。なんだ？なんか出た。マデュラじゃないか。持ってるからいいよ。こんなんもらっても評価できないしな。こんなんもらったところで。城之内くん出てないし。これ強化できないぞ、絶対。デッキ強化。ほら、全くできない。全く意味のないデュエルだった。じゃあ、そこの、この人、頭出てるし。行くぜ。オス、俺デュエルスト。デュエルって最高だよな。デュエルして一回、俺と。僕イケメン、チョキだ。やっと勝てた。先行。先行はな、ブラックホールと羽ぼうきで消されて、大嵐か。ブラックホールと羽ぼうき。大嵐だって言ってた。ブラックホールと大嵐されて、即死するんだよな。負けらんねえぜ。召喚。まずは守備でビビらせる。攻撃させといて、次のターンでボコると。ターン終了だ。いきなり強いのとか出してくんなよ。なんだそりゃ。僕のターン、ドロー。これ融合できるんじゃない。できなかった。召喚。その伏せた
よくわかんない伏せたやつを破壊してやるぜ。モンスター効果発動。これで2450回復された。どうしよう。ジェムナイトクリスタ、バトルだ。ダイレクトアタック。あ、トラップじゃなかったのね。追い込まれてるよ本当。お前次のターンモンスター出さなかったら終わるぞ。モンスター伏せたか。ターンエンド、もうなんか悲しみしかないな。ドローだ。召喚ジムナイトなんちゃう。融合ってなんでできないんだ。発動するけど、さらに融合だ。融合。これでトラップ効かない。素材。あれ？マジで？しくじった。マジか。あれ？いいんか。こいつとこうだ。おお、びっくりした。なんでできないんだって思ったら、そういうことか。バトル楽勝だった。とりあえずトラップだろうがなんだろうが、ゴイヤオラ、なんだそれは。その効果とは何だったんだ。このカードをリリースし、一体を、そうなのか。何もないまま終わった。うわぁ。手札事故は怖いね。ゲット。お、なんか、すごそうな。シンクロ。なんか8って2体以上存在する場合、手札から特殊召喚する。なんだこの強そうな卑怯な光モンスターとか言いながら、相手フィールドか、相手に光とか限られすぎだろ。さあ城之内くん来い。城之内くん、来たー。じゃあセーブして。セーブだぜ。お、セーブする時間がわかる。で、リーセーマーラ。もしやろう。レベル2。また負けた。さっき勝ったしな。高校だ。いきなりジェムナイトクリスタで速攻終わらせるやつやな。なんでや、なんちゅうヘンテコリンな。やばい、これパンサーウォリアー来たらめんどくさいな。ドロー、融合。
さらに召喚、とりあえず相手に2000以上の守備力高いやつはいなかったはずだ。やっぱりそう、こいつが欲しいんだ。ドロー、なんだパンサーウォーリアーでも出してくるか。モノマネだ。まさか攻撃してこないよな。まさかとは思うが攻撃してこないよな。だよねー。ドロー、くそー、倒しょっか。バトル、ほらほら、どうぞ。とりあえずダメージ当てとった。やつ、ああでもいきなりブルーアイズとかだ、ブルーアイズ、レッドアイズを出すことできるもんな、やつは。うわー、何それ、なんだこれ、出た効果、自分の手札を1枚選んで捨てる、相手で手札1枚捨てる、めんどくせえ。トラップ発動、はい、せのダメージ、さあ終わりだよ。よっしゃ、ボコったろ。モンスターこれ教師、まだだまだだ、オーバーキルしてあげて、ジムアイトクリスタ、まだだまだだ、オーバーキルしちゃうぜ。ジェミナイトクリット、いけガネット、バトル、はい、おしまい。ガキに負けるなんてとか抜かしやがった。あ、来た来た、オッケーオッケー、これでオッケー、これでレッドアイズデッキが完成。はいはい、今日は終了です。セーブできないな、次の日に行ってしまう。次の日はそろそろレジェンドの違う人と戦えるんじゃないか。はいはい、突然ですがランキング31位、そしてサードステージ、デュエルの前に今回の相手はどうせあの人だろう。レジェンド申し込む前にまずは城之内デッキを、デッキが欲しい、デッキ評価、城之内デッキ、評価、はい、シャキーン、パンサーウォリアーデッキになったぞ。いいえ、どういうデッキなんだ。どこで見るんだった、
デッキ見てみようか。城之内デッキ。ファイヤー5。レッドアイズが主力で。デッキ解説じゃない。間違えた間違えた。カード確認。ちょっと待って、レッドアイズ3体とかあってどうすんだよ、こんな高が2400で。グレートアンガス、グレートアンガスつらいぞ。1900来たら終わるからな。アンサーウォリアー、このデッキキッズ。時の魔術師とか使わねえよ。250のダメージか、失敗しても。これか、墓地へ送って発動、レッドアイズを1体特殊召喚する。これが手札に出てもレッドアイズが来なかった意味がない。モノマネするだろう。これはなんだ、自分のターン開始時にドロー、手札を1枚捨てるとか鬼畜だよこれ。予想外です。タイムマシーン、これキースのカードのパクリだからな。パクリって キースのカードパクったんだ。負けたら復活するだけか。とりあえずこれが6だったらな、いいんだけどな。残念ながらこのデッキは使い物ならん。こっちは手札事故ばっかりだし、やっぱりジェムナイトクリスタがいいかな。ということで終わろう。